それでは次第にのっとりましてです、芸能鑑賞の時間をに入りたいと思います。大震災から7年経過したわけですけれども、この震災で、ほとんどの道具や装束を流され、いち早く立ち上がった保冷士姉妹を今日は紹介したいと思います。演技が始まる前にですね、代表の中村さんから、由来、津波の状況そのもの活動等について、簡単に、ご説明を申し上げて、演技に入っていきたいと思います。じゃあ中村さんよろしくお願いします。保冷士姉妹の中村でございます。古水さんに騙されてここに来ました。10分ぐらい話してけよ。10分もかねえだっけ、とかうとかって言えば10分経つからって来たんですが、一応由来から説明したいと思います。保冷士姉妹は、先ほど午前中の部でも、発表したんですが、よその権現様と違いまして、ちょっと動きが激しいものですから、結構そっちこっちからお呼びがかかりまして、一生懸命活動しております。由来は、当地保冷の鬼沢にあります五木島神社の、先代の宮司さんが書いたものなんですが、斎藤真嗣さんというと、それの原文はちょっと長いんで、簡単に説明したいと思います。保冷士姉妹は、山形の羽黒さんから伝わる山伏神楽系の一種だとされております。それが、安政年間にこの三陸地方を襲った大津波とか、それに続く凶作とかに、山伏たちがその慰めに来たわけですね。その権現様を持って、厄払いに来たそうです。それが起源とされております。踊りの方は、いつの時代からこうなったかは分からないんですが、踊りは3種類ございます。通り、それから大蛇、神楽、小林と3つの林、踊りがありますが、林だけというのも、2つあるんですが、1つは我々には伝承されておりませんので、ちょっと今はやっておりませんが、登り富士を、始まる前に生やしております。これをやることによって、踊り手が、勢いづきまして、早い権現様というふうにされております。それから先ほどの会長の方からもお話ありましたけれども、大震災では、公民館と流されまして、大変苦労しましたが、補助を受けまして約420万ほどかかったんですが、一切を準備できまして、発表しましたが、最近になってその頭の方が、ギシギシになったり、耳が取れそうだとか顎が外れそうだとか、激しい踊りのおかげで痛みも激しいです。これから発表するわけなんですが、最近はそのあまり練習もしてなくて、イベント大きなイベントのある時は少し練習するんですが、最近は出演回数が多いのですから、それが練習みたいな感じになりまして、最近はあまり練習はしておりません。ゆうべは少しやりました。それから後継者なんですけれども、
当時は、沖来小学校、沖来中学校で両方で子どもたちにも指導しておりますので、その部分が大人になっても、踊りそのものは同じですので、磨きがかかってすごくいい踊りが発表できていると思います。簡単ですけども以上で終わります。じゃあこれから演技を始めてもらいますけれども、準備でちょっと時間をいただきたいと思います。
ございます。